はい、どうもこんにちは、元です。本日はですね、長期的に見て今後高騰していく可能性の高い CSR のカードたちを紹介していこうと思います。紹介したいカードが多いため、今回は前編後編に分けて紹介させていただきますので、参考程度に聞いていただけると嬉しいです。私事ですが、チャンネル登録1500人目指しております。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは前編の方やっていきましょう。購入は自己責任でよろしくお願いします。1枚目はモルペコ V ユニオン CSR です。メルカリでの高値では3800円での取引がありました。購入相場的には2200円から3600円での取引がありました。ハイクラスパック VMAX クライマックスに封入されているモルペコですが、4枚のカードで大きな1枚のイラストのカードが出来上がるのはとっても可愛く魅力的なカードと思っており、大人気キャラマリーが描かれているのも今後に影響していきそうですよね。2枚目はピカチュウ V ユニオンです。高値では約1400円での取引がありました。購入相場的には900円から1300円での取引がありました。様々なピカチュウのイラストが描かれていたカードは本当に可愛くいいカードですよね。ここまで贅沢に大人気ピカチュウが描いているカードはないと思います。また値段的にも購入しやすいと思うので、1枚は持っていても良いカードと思っております。3枚目はニーフェア VMAX CSR です。高値では5400円での取引がありました。購入相場的には3000円から5200円での取引がありました。大人気 V's ポケモンであり、先輩スペシャルアートのカードたちのカードが高騰していくと、このカードにも影響していくのではないかと思っております。値段を下げる未来は見えず、徐々に高騰していくのではないかと思っております。4枚目はミミック VMAX CSR です。高値では7500円での取引がありました。購入相場的には5000円から7000円での取引がありました。大人気ミミッキュとアセロラが描かれているカードであり、今後は確実に高騰していくのではないかと思っております。アセロラが描かれているカードたちは高額帯のカードが多いため、このカードも影響を受けて高騰していくのではないかと思っております。5枚目はブラッキー VMAX CSR です。高値では6000円での取引がありました。購入相場的には5000円から5900円での取引がありました。ニンフィアと一緒ですが、やはり大人気 V's スペシャルアートが高騰していくと、このカードも影響を受けるのかなと思っております。また V's の中でもダントツの人気ポケモンだと思うため、1枚は持っていても損はないかなと思っております。最後はピカチュウ VMAX CSR です。高値では7300円での取引がありました。購入相場的には5500円から7000円での取引がありました。おデブピカチュウ、本当に大好きなカードの1枚であり、レッドが描かれているこのカードは今後確実に高騰へ向かうのではないかと思っております。初代トレーナーとピカチュウというだけで心がくすぐられますよね。まずは前編の方から紹介させていただきました。どのカードも本当に1枚は手に入れたいカードですが、私的にはモルペコ V ユニオンが特に期待したいですね。大人気キャラマリーが描かれているのはもちろん、診断の古代の方向に封入されるモルペコの影響を受けるのではないかと考えております。皆様の注目しているカードがあればコメント欄へよろしくお願いします。今後ポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。